はい、おはようございます。ラスカルでございます。本日ですね、ちょっと僕の大好きな町中華にお伺いしようと思いまして、川崎からすぐ近くの工事屋という駅の近くに来ております。本日ね、お伺いするお店がもうコロナ前ぐらいからね、ちょこちょこと年末の飲み会だったりとかにもお世話になってるようなお店さんでして、大将だったりとか奥様がね、本当に味のあるいいお店なんですよ。で、お店近くにはね、こんな感じで商店街もございまして、閑静なね、いい住宅街でございます。実を言うとですね、もう3年ぐらい前かな、撮影にね伺わせてくださいとお話をしたんだけれども、本当に人気店なんですよ。一番ね有名なメニューで言うとチャーハンなんだけど、それをね目当てに常にお客さんがね並んでる状態だったりとか、お忙しくされてたので、ちょっとタイミングをねお伺いしておりまして、ただね昨年の年末も忘年会ということで、お店さんの方にお伺いさせていただきましたので、その際に今年こそはということで本日ねお伺いさせていただくことになりました。そんなお話をねしておりましたら、本日のお店到着しました。こちらが本日お伺いさせていただきます、ポンユーさんでございます。チャーハン以外にももちろん絶品料理たくさんございますので、いろいろね好きなものを食べていこうと思います。ということでですね、ただいまポンユーさんの店内に入っておりまして、メニューはねとりあえずこんな感じでございます。先ほどお話ししたご飯ものがこんな感じでございまして、麺類だったりとか一品物系ですね、町中華らしいメニューも豊富にございまして、今日はねもう全然まだご飯食べてないので、いろいろとねわがままに注文していこうと思います。ということでね、まず料理到着したのがこちら、レバニラとライスでございます。揃うまで待つんじゃなくて、まずはねもう出来たてをいただきたいと思います。レバニラも鉄板ですよねこれ。うまそう。ありがとうございます。すいません、いやこれサービスでお野菜もいただきました。キャベツですね。うまっ。この絶妙な味付けよ、たまんねえな。うまい。もうさ、ちょっとライスが止まんないわ。このまたシャキシャキのもやし、食感の残るニラとしっとりしてるレバーと、もう火入れが絶妙。うまっ。ちょっとこのキャベツもいただきますか。うん、シンプルにごま油と塩ね、うまい。ありがとうございます。ありがとうございます。このチャーハンがね本当うまいのよ。ちょっとチャーハン行く前にね、これもうライスなくなるんで、先にライスをいただいて、今ちょうどベストのタイミングでね麺類もいただきました。うわ、このラーメンがいいよね、町中華の。まあ、このガラの効いたスープにまた生姜も効いてて優しくてめちゃくちゃうまい。で今回ねこれワンタン麺なんで、このねたくさん入ってるワンタンですよ。ここにチャーシューと
もう具材がうまそうでうまそうで。うまっ。で、ラーメンなんでね。しこれメインの麺ですよ。あ、うわー。うわー。これいっちゃいますか。もうそろそろ五目チャーハンね。もうこうして、いやーこうですよ。うわ、もううまい。もうこのチャーハンで何度も食べてるけどうまいから。でもまあ、うん、まあ、味付けも優しくてさ、ちょっと半熟の卵、これがね、本当にうまいから。どうでもいいですけどね、興味ないから。全然どうでもいいんだよ。わあ。なんかいろいろあった感じじゃん。わあ。どうして結婚をしたんだろうなって。でもそうしなかったのは自分だったら。いやこれがもう、やっぱりさ、こう年末に飲みに来るとなかなかね、炭水化物をこんなに食べないから、お酒飲みながらね、こう一品つまむのももちろん美味しいんだけど、こういう食べ方も最高に幸せね。そしたらこちらラーメンの方もですね、麺食べ終わりましたんで、汁物として胡椒を入れさせていただいて、いやーこれたまんないな。これでこうじゃない？合うわ。この胡椒を入れると最高にうまいスープよ。ありがとうございます。続いてね、追加で注文させていただきました醤油味の五目チャーハンなんだけれども、冬季限定でですね、今ねご提供いただいている自家製の漬物が入った冬にしかね食べられないチャーハンなんで、皆様にもぜひ食べてほしいところではございますが、僕はねこれ昨年の忘年会の際に一度いただいてるんだけど、本当にうまいのよ。で、昔からレギュラーメニューのこの塩味の五目チャーハンに関しては本当に優しくてもちろん美味しいんだけど、醤油味になるとまた醤油の香りがついてコクっていうのかな、それがね一気にグンと増すんで、シンプルな一杯なんだけどね、マジでうまいんですよ。
ね、ちょっとね、続いてこちら追加のメニューですね。ドライカレーも到着いたしました。こういったドライカレーもいいよね。もう香りがたまんないもん。うん、出来たてのドライカレーも食べたいんだけど、チャーハンがうまくてさ、今手が止められないんですよ。うん、じゃあちょっとこの辺りですね、こちらのこれどうよ、ドライカレーうまそう。おいしい。うん、このね、あのカレー粉使ったさ、シンプルなドライカレーうまいね。ありがとうございます。じゃあこちら本日で最後のメニューでございます。焼きたての餃子ですよ。どうこれ、うわー、ちょっといっちゃおう、そのまま。うまね、この僕の大好きなお店の料理、皆さんにもっともっと知ってほしいわ。うまい。そしたらね、ちょっとこの辺りでお店さんおすすめ、ドライカレーにウスターソースの味変が合うところなんで、ちょっとこんな感じでいかがでしょうか。ドライカレーに合わないわけがないね。うまっ。うまっ。ウスターのちょっと甘酸っぱい感じ、これがね、カレーのピリッとしたスパイスに合いますね。そしたらね、もう卓上も終盤に差し掛かってまいりましたので、こちらの餃子ですね。まずこれ、切れ目入れまして、この餃子をこのスープに、うわ、このね、染みた餃子がまたうまいんですわ。また餃子のこの肉汁がさ、スープに浸ってちょっと味変わるんだけど、それがまたいいね。うまっ。ということで、本日もこんな感じで全て綺麗に完食させていただきました。ごちそうさまでした。はい、
本日の動画もご視聴ありがとうございました。今日ですね、紹介させていただきましたポンユーさん、本当にね、撮影外でずっといろいろとお世話になって、これこの釣りサムネとか釣りタイトルじゃなくて、正直マジで教えたくないぐらい大好きなお店さんでございました。ただですね、もう本当にお父さんお母さんいい方で長年やってるお店さんですので、ぜひですね、気になる方はこちらのポンユーさんで美味しい料理食べていただきたいなと思います。そしたら本日の米編コーナー一つ目参りたいと思います。前回の動画、マサボーさんから大将の声がね、ちょっとマックスさんに似てるということで、僕も正直初めて会った時にこのテンション感とか喋り方含めてマックスさんに似てるなと思いました。で、大将ご本人も言ったんですけど、マックスさんがね、撮影来た際はこう同じフィーリングの人間が2人集まってるから、なんかね、もううるさくてしょうがなかったって言ってましたいや、なんかちょっとね、僕もその現場見たいなと思いますし、やっぱりね、マックスさん大好きで、僕も家族ぐるみでね、仲良くさせていただいてるので、こちらのマサボーさんの大将さんは絶対僕好きになれるなという、まあ、印象でございました。まあ、ぜひですね、今後もマックスさんがマサボーさんに行く動画もご注目ください。ということで本日ですね、2つ目のコメント返信、ほんとそう、マジでこれなんですよ。マサボーさんの大将はなんかこう気前が良くてね、僕も最近はやっぱりこう大食いをね、もう限界までの大食いっていうのを極力控えてはいるので、ある程度こう苦しくなってくると、限界じゃないけどもうそろそろ大丈夫ですみたいなお話するんですよ。っていうのもやっぱこう無理しすぎると、大食いすぎてこう美味しいを伝えきれないと思うから、その手前でね止めとこうと思うんですけれども、まあ、ちょっとね、例えに出してしまうと、としちゃんさん、文福飯店さんとかもね、そうなんだけど、やっぱ好きな、こう、店主さんのお店さんだと、もう苦しくなってたとしても、その店主さんがね、楽しんでる姿が嬉しくなっちゃって、大丈夫です、次じゃあお願いします、みたいな話しちゃうんですよ。もうまさに、マサボーさんは、それ。なので、普通のね、お客様も、お店行った際にはね、絶対あの大将に、次のネタどうするみたいな、次何食べるみたいな話をされたら、じゃあ、何かいただいてもいいですかみたいに言っちゃうようなね、いい店主さんなので、ぜひね、ちょっと皆様も、行ってもらった際にはですね、無理をせずに、無理をせずにですね、ぜひ自分の美味しく食べられる範疇でですね、大将の、この、無茶ぶりをもう振り切ってでも、無理しない程度にね注文してみてください。そしたら本日最後の質問に参りたいと思います。マサボーさんにね、チャレンジメニューで行ってほしいということで、もう実はですね、ここだけのお話なんですけれども、すでにチャレンジメニューの予約してあります。はい僕のね、編集自体は、ちょっとかなり公開するのがね、遅くなると思うので、だいたい1ヶ月ぐらい撮影してからかかりますんで、3月中にね、公開できればいいなぁとは思ってるんですけれども、ちゃんとね、チャレンジメニュー行きますので、ご安心ください。またですね、最近は、ちょこちょこと大食いのね、トレーニングと言いますか、胃を戻すためにね、頑張ってはいるので、チャレンジメニューのね、動画の頻度も増えるかなと思います。大食いファンのね、皆様は今後の動画、ぜひね、楽しみに待っていただけると嬉しいなと思いますので、まだですね、チャンネル登録してない方、ぜひチャンネル登録もお願いします。ということで、本日のコメント返信コーナーはここまで。また次の動画でお会いしましょう。じゃあね。